先ほど新川さんにご紹介いただきましたが、私たちブルーシートというボランティア団体で、皆さんもちょいちょい話には聞いているかと思うんですけれども、あの中里からここの尾本のあの新聞屋さん三浦さんのところまで、自転車で通っていたおばちゃんがいましたね。その方は私たちと一緒に活動してくれたボランティアの一人で、中条さんという人です。東京から。おばちゃんって言ったら怒られるんですけどねちゃんとお姉さんと言いなさいって多分皆さんも言われた方いるかと思いますが、すごい毎日毎日尾本まで、自転車で通って行き来してましたね。はい、そんな中条さんにガッツをもらった方も多いんではないでしょうか今日はここには来られなかったので、私が中条さんに代わって、皆さんによろしくとお伝えくださいということだったので伝えますありがとうございます。また会いたいですよね、中条さんね。じゃあ阪神大震災の時も私たちは、ボランティア活動をしました。そこでずっと活動していて、被災した方の中にも音楽家、ミュージシャンいました。そのミュージシャンが書いた曲を聴いてください。あなたが今悲しいなら、その時は思いっきり泣きなさい。その涙はやがていつかは輝く笑顔へと変わるでしょう。何もかもが嫌になるけど、投げ出した過去を思い浮かべれば、そこにはいつもあなたのことを大切に思う人がいるから、人生という長い道の中つまずいたり笑ったりしましょう。自分の気持ちを見失ったら、大好きな歌を心で感じましょう。あなたが今誰もがみんな優しさあふれ、あなたに携わる全てを包む。若さがゆえに悩む時もある。誰よりも大切なものなくし、価値観の違いから離れゆく。だからこそ今を一生懸命歩きましょう。悲しいその時は共に泣こう。悲しみの日は笑顔のために、楽しいその時は共に笑おう。それがいつか宝物に
悲しい。その時は共に泣こう。悲しい。その日は笑顔のために楽しい。その時は共に笑おう。その思い出は涙のため。あなたが今悲しいならその時は思いっきり泣きなさい。その涙はやがていつかは輝く笑顔変わるでしょう。新幹線どうもありがとうございます。新川さん、ずっとずっといろんな被災地ずっと回ってて、いろんな悲しみを目の当たりにしてて、その中でこういうふうに人を集めて音楽で何かをしようって試みをずっと一緒に考えてくれて、本当にすごい人だなって思います。ありがとうございます。岩手はこんなおじいちゃんもって幸せなところだなって思うよ。あなたが今悲しいならその時は思い切り泣きなさい。その涙